い、これね、アユカラーで絶対釣れるメガバスの 6.7g。 はい、どうもバムログフィールドチャンネルのバモくんです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はですね、バモくんの釣れないフィッシングということで、玉川大長江リベンジやっていきます。前回ですね、動画アップしておりますけれども、稲城、北緑地公園というところに駐車場を止めてですね、そこから土手を降りて、行ける玉川の釣りスポットで釣りをしました。で、なんとね、隣にいる方がですね、45センチのスモールマウスを釣ってですね、もうだいぶこう写真を撮ったりとかね、あの大きさ上がったりとかしてましたということで、でね、あの前回は、ワームとかですね、小さい小物でも釣れる、まあ何でも対応できるような、タックルで行きましたが、今回はですね、大きめの、プラグ、ミノとかバイブレーションとかですね持ってきましてですね、ちょっとしっかり、大きい魚を狙って、釣りをしてみようかなというふうに思います。さあ今日はね、釣れるかどうか、何せバモ君の釣れないフィッシングなんで釣れてもらっちゃ困るんですけれどもですねあのやっていきたいと思います。道具はですね、スコーピオン、シマノのスコーピオン、20年ぐらい前のですねやつを引っ張り出してきてですねやっています。ラインもいつのやつかわかんないし、ルアーもいつのかわからないけど、バモ君の釣れないフィッシングなんで、釣れちゃ困るということでね、そのくらいの、タックルでいいのかなというふうに思って来ております。しかもね、ワームとかいっぱい持ってるんだけど、プラグはねちょっと多分ねどうかな、実家に置いてきちゃったのか分かんない、いっぱい持ってるんですがほとんどなくてまあ後で見せますけれども、今日はね4つぐらい、1つね、ちょっと高級な、わ、昔高級だったねルアーとかも持ってきてるんですけど、4つぐらいしか持ってきてません。それで、ちょっとですね45アップのスモールを、この間あの人が釣ってたスモールをですね、釣りたいかなというふうに思います。さあ行ってみましょう。今日の気温は今26度です。さあどうなることやら。これ政橋かなっていう橋を渡っています。意外にね、この多摩川の土手沿いってね、駐車場がないようなところが多いのか、ちょっとですね、まあ研究不足なんですが、なかなかいい足場があるところはないのかななんて思いながら、来てます。この橋を渡ってこのセブンイレブンを左に曲がると、もうあと1キロぐらいで着くという感じですかね。これは何線なんだろうか、南多摩駅、電車に乗らないから分かんないね。はい、ここのドラッグストアクリエイト、左に斜めに入っていくと、稲城北緑地公園の駐車場があると。午前5時から夜の8時まで空いてるのかな、ここの駐車場は。24時間ではないので注意してください。あんまり朝早く来すぎても空いてないと、ね、釣りだから早く来たくなっちゃうけどね、1時間無料、2時間200円。はい、到着、行ってみよう。はい、で今日はですね、このスコーピオン、昔のスコーピオンね、まあちょっとこれどっちかというとワームとかにいいようなファーストテーパーの竿なんですけど、スコーピオン持ってきました。やっぱりベイトタックルだよね釣りはね。なんかいい音楽が流れてる。よし、ルアーはね、ちょっとでっかいのつけていこうかなと思って。ルアーはこれしか持ってきてないって。これ多分ね、高いやつだ。ゲイリー、なんだっけな、これ。メガバスのやつ。まあ、そんな感じでこれだけでいきます。さあ、今日は釣るぞーい。これね、かっこいいよね。久しぶりにワクワクしちゃうよもう釣りやってたの、そうだな、一番やってたのは高校生とか、うん、そのくらいですもんね。もう何年前、ちょっとわかんないね20年、軽く20年前だねまあそんな感じでいきます。
よし、ここでねやろうかなと思います。この水門のここはね、川がこの水門の水と流れ込んでるところかな。今日は水がきれいですね。前回はね、途中から濁っちゃってどうしようもなかったんだけど、はい、これね、アユカラーでサスペンドミノーだったね。これもシマノなんだ。ちょっともうフックとかも錆びちゃってるけど、これちゃんとね、こう重りが動いてですね、よく飛ぶというやつです。サスペンド、変わってどうやってやったらいいんだろう。じゃあですね、ルアーをね変えてみましょう。これ使っちゃおうよ。これメガバスの 6.7g。 これはサスペンドかな、ちょっと使ってみないと分かんないけど、よし、 OK。 美しいねこれね。サスペンドですね。ちょっとね、手前がテトラなんでかかるリスクが非常に高い。あ、軽いから飛びにくい。絶対釣れる。いやー、ここね、もう見るからに釣れそうなんですよ。水門からの川の流れ込みと、ここが川がね、こうちょっと切り返しみたいになってて、地形の変化があるでしょ。で、手前にはテトラがあると。もうこれで釣れなかったらね、釣れないよね本当かよって話だけど、川バス釣りは、ほぼ未経験でございますだからいい加減なこと言ってんな。よし、だってメガバスのルアー使ってたらね、釣れなきゃおかしいよね。たまにはこっち投げてみる。ダメです。バーモ君の釣れないフィッシング、釣れません、やっぱり。でもね、ここで45アップを釣ってる人がいたんだよ。はい、ということで釣れないんで、ちょっとこう向こうね流しながらですね、ちょっとやってみようかなと思います。びしょびしょになった靴がねえ、こういう感じ、いい感じなんだよね。さあ、なかなか釣れません。一匹は釣れたい。バーモ君の釣れないフィッシングなんでね、釣れちゃ困るんですけど、ね、川ってさ、こっちに投げてもこう流れてっちゃうわけじゃないですか。これでもこう巻かないでずっとこうやってやって、どんどん岸寄ってきちゃうからね、こう難しいよね。どうしたらいいのかな。基本魚の頭は上流向いてるでしょうからね、投げて流し、
こっちは早く巻いてかな。この辺からはちょっとゆっくり。わかんないね。結構早い方がいいのかね、巻くのが。こうやってトイッチングかなんかして、こうやって釣れないね。はい、メガバス綺麗だね、このルアイエーイ。はい、ということで、バモ君の釣れないフィッシングですね。今日も釣れません。このね、スコーピオンと、スコーピオン XT と、スコーピオンのメタニウム XT、 あとメガバスのこのですね、フローティング、これはディープミノを使っても、釣れませんでした。ということで、ここにはね、魚がいないというわけではない。こんないい場所だからいると思うんで、またちょっとね、暇な時に、来てみたいと思います。次は何持ってこようかな。なんかこの辺のね、ここは多摩川ですけれども、いいポイントとかあったらですね、ぜひコメント欄で教えてください。いやー、いいとこなんだけどね。バモ君の釣れないフィッシングは釣れないということで皆さんご承知おきください。はい、ということでですね、まあこういった感じでフィールドで楽しむことをいろいろチャレンジしていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録をして、次の動画をお待ちいただければと思います。あとね、メンバーシップの方ではキャンピングトレーラー話しておりますので、よろしければ覗いてみてください。では、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。釣れない。